サルスベリ坂の石碑を見て下り進みます。美しい石畳ですが、私はその石の道の縁の土道を歩いています。こちらの方が歩きやすいのです。江戸時代、この急登街道が当時の日本のメインの道であったわけですから、今ではかなり細い道に移ります。こんな道で馬が行き交うことができたのでしょうか。不思議です。急登街道切っての急坂を下っていきます。石畳の道が続きます。この道は日本の道百選にも選ばれている道です。美しい道ですので、ノーカットで見ていただきましょう。下ってきた道を、下ってきた道です。石畳の綺麗な石畳です。左側には石垣が築かれています。
実は私は最初この道を登るルートを計画していました。足に自信がなくて結局は下りのルートを選び歩いています。見客の人は旗宿から入り芦ノ湖に抜けるコースをおすすめいたします。しばらく進むと平坦な道になります。さらに進むと木の橋の天酒橋です。老いの平から流れ落ちる沢に架けられた橋です。今、下ってきた道を見ていただいています。